はい、今ですねソーリンファンタスティックフライトをディズニープレミアアクセスで乗りました。あっという間に行けてね、いいっちゃいいですね、高いけどね。であと5分でですねどうやらタイムトゥーシャイン始まるらしいので、せっかくですからね見ましょうか。はい、もうね始まるんですけれども、もうソーシャルディスタンスのマークもないですしね、もうぎゅうぎゅうに詰めて見てもいいので、比較的見やすいですね。まだ立ち見2列目ぐらいから見れます。トッポリーノもガラガラですね。この辺の横だったらまだ2列目ですよ。今タイムトゥーシャインが終わりまして、3時15分でございます。この次はですね、シャイニングウィズユーが一応当選してるんですが、4時35分に開場ですので、それまでですねそのハンガーステージに向かいつつ、アトラクションの待ち時間とかいろいろ見ていきたいと思います。ベネチアンゴンドラはなんと5分待ちとのことです。すごいですね、いつも大人気のアトラクションなんですけれども、もうスムーズにねここの乗り場まで来てますからね。いやすごいな、5分待ちって衝撃ですね。朝に比べると若干混みましたよね。これはおそらく修学旅行生が増えたせいだと思います。結構制服着てる方が多いですね。この時期は閑散期なんですけれども、修学旅行生が多いですので。ただですね、まあ、おそらく今日は3万は行ってないですね。多分2万5000行ったか行ってないかぐらいだと思われます。今3時20分です。トイストーリーマニアが今2番人気で25分待ちです。1番人気のソアリンは40分待ちです。タワーオブテラーです。3時20分の段階で25分待ちです。この辺はですねもう完璧に修学旅行生たちの集団って感じですね。ただですね、修学旅行生たちは夜には帰りますので、この後はどんどん減っていくと思います。今がピークですね。軽くアトラクションの待ち時間見ようかなと思ったんですが、あと10分でジャンボリミッキー始まるので場外から見たいと思います。まだ場外もねガラガラです。はい、ジャンボリミッキーが終わりまして16時5分でございます。ではハンガーステージ入場までもう30分時間あるので、軽くですねアトラクションを確認しながら回っていきたいと思います。4時5分のケープコットです。すごい空いてます。やっぱりね結構修学旅行生が多い感じはしますね。制服着てる方が多いです。でもねガラガラですね。はい、アクアトピアは5分待ちです。もう乗ってないライドもありますね。でしかも何がすごいって、こちらなんと半分動いてない状態で5分待ちです。これは相当空いてますね。ポートディスカバリーはめちゃくちゃ空いてます。もう超歩きやすいですね。もう3月とか4月上旬はもう横から横までぎゅうぎゅうでしたけれども、さすが閑散期です。ニモ&フレンズシーライダーももうすぐ乗り場ですね。もうここら辺の旧ラインなんて全く使う必要はない感じです。ニモ&フレンズシーライダー15分待ちですね。15分で聞くとねちょっと混んでるように見えるんですけれども、実質次の買い待ちです。でそして何がびっくりって、片側しかやってないですからね。今片側しかやってないのにもう次の回のを濡れてしまうというね、相当ガラガラなのが分かります。めっちゃ静かです。BGM しか聞こえないぐらいのパークになってます。ちょっとインディー見てみよう。めちゃくちゃ静かです。なんか BGM がねよく聞こえるぐらいのパークですね。最高ですね。では今ロストリバーデルタに着いたんですが、あと20分ぐらいまだ時間あるので、ちょっとインディージョーンズアドベンチャー見てみようかな。トレイルは今ミッキーが30分でミニーが25分です。すごい空いてますね。てかロストリバーデルタやばくない？なんと4時20分の段階で5分待ちです。てかずっとね今日アプリ見てるんですけれども、一時的に10分ぐらい行ったぐらいでね、もうずっと5分ですよ今日は。もうせっかくだから行ってきちゃおうかな。もう下にはソーシャルディスタンスのマークなしです。
まあ、跡がだいぶ残ってますけどね。久々にソーシャルディスタンスがないインディ見ました。完全にノンストップです。このままね、乗り場まで行けると思いますよ。修学旅行生がいてもこれってやばいよね。階段のところまでノンストップでした。ここからちょっと並びます。もう車にはシートがないですね。完全にコロナ対策が緩和されてます。はい、インディージョンズアドベンチャー5分で乗れました。めっちゃいいっすね。4時で5分待ちって最高ですね。でそしたらですね、今4時35分なんですけれども、あと10分でハンガーステージが入場可能になるので、そろそろ向かっていきたいと思います。それではですね、もう一回ハンガーステージに行っていきたいと思います。今日はですね、 B の10列目ですので、かなりいい場所ですね。ほぼドセンターです。シャイニングウィズユーのラスカイでした。で今ですね、5時35分なんですけれども、この後はですね、もうショーもありませんので、少しだけアトラクションが混んでくるんじゃないかなと思います。ちょっと試しにインディジョンズアドベンチャー見てみましょうか。多分ね、ハンガーステージから近いので少し混んでると思います。やはりさっきよりもインディジョンズアドベンチャー混んでると思います。あ、15分だそうです。予想通りですね。で今が5時半なんですけれども、まあ、修学旅行生が帰る7時ぐらいまではちょっとアトラクション混むかもしれないですね。じゃあジョマジはですね、その混んでる間にご飯食べちゃいたいと思います。ユカタンでいいかな今日は。今日の夜ご飯はユカタンのシェフのおすすめセットでございます。ではアトラクションがね、混んでる間に食べちゃいたいと思います。いただきます。はい、では今ですね、ユカタンでご飯食べて6時45分になりました。今日はですね、この後8時半からね、家でオンラインマジックショーがあるんですけれども、現場に行かなくてもいいので、あともうちょっと軽く散歩してから帰ろうかなと思います。では今からですね、1周半ぐらいしてアトラクションの待ち時間を見ていこうかなと思います。で今6時45分なんですけれども、多分修学旅行生で早い学校は7時ぐらいから帰ると思いますので、そろそろね、アトラクションの待ち時間は減ってると思います。レイジングスピリッツは5分待ちとのことです。空いてますね。はい、アラビアンコーストに入りました。アラビアンコーストめっちゃガラガラですね。シンドバッドはもちろん5分待ちでした。いや、アラビアンコーストガラガラすぎ。すごい超空いてますね。さすがは閑散期。閑散としてます。もうマジックランプシアターもそのまんま中まで行けますね。今6時50分です。ではマーメイドラグーンのトリトンキングダム中見てみましょう。静か。トリトンキングダムの中もガラガラです。アトラクションは全部5分待ちです。めちゃくちゃ静かです。なんか BGM が響く感じですね。トリトンキングダムやば。一番人気のバルーンレースも誰も乗ってないのかな。すごい、こんなに空いてる。
ここやば。ミステリアスアイランドです。2万マイルはね、朝からずっと5分待ちです。セントアブジアースもですね、今現在10分待ちですね。朝一がね、確か40分までは行ってたんですけれども、結局ね、1時間以内ぐらいにはもう10分とかになってました、セントアブジアースは。まだ修学旅行生いるみたいですね。セントアブジアースは10分待ちです。7時10分の段階で10分待ち。いやー空いてるわ、いいね。もう本当はこのまま夜までずっとぐるぐる歩いてたいんですけど、今日はマジックショーなのであと1周ぐらいしたら帰りたいと思います。静か、わお。ソアリンは45分待ちです。一番人気ですが45分ですね。空いてるね。ジャンボリミッキーとかシャイニングウィズユーとか、まあ、少しだけですけどね、ショーは潤ってきたので、あとはね、夜のビリーブやってほしいですよね。イースターの代わりにシャイニングウィズユーみたいなのを今ねやってるわけですから、夏イベの代わりにビリーブっていう可能性は結構あるんじゃないかなと思ってますね。実際に夏イベ発表されてないですからね。どんどん空いてきましたね。今7時20分です。タワーオブテラーが今20分待ちです。もうこの後は減っていく一方だと思います。かなり空いてます。ガラガラすぎて閉園間近みたいになっちゃってますけれども、まだこれでも7時ですからね。でもやっぱこのぐらいの方がいいな、ゆったりできて。いや本当なんか大げさに言ってんじゃないのって思われるかもしれないですけども、マジでこれですからね。今7時20分です。静かでいいね。ポートディスカバリーです。静かだね。アクアトピアやばいです。でほとんどのですねライドが無人です。面白、わかります？乗ってないでしょ。やばいよ、全然ゲストが来ません。もう次から次へとね無人のライドが出発してる感じです。やばすぎる。すごいね、無人のライドがどんどん到着します。見ててなんか面白いですね。ロストリバーデルタです。今7時半ですね。超静かです。太鼓の音と鳥のさえずり、本当に閉園間近のパークみたい。7時35分です。アラビアンコーストです。はい、
今7時35分です。もうほとんどですね学生は見かけないですね。やっぱり7時から8時ぐらいの間で一気に修学旅行生帰るんだと思いますの でこの後はさらにね空いてきます。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。5月18日の東京ディズニーシーの様子でした。まずねパーク超ガラガラですね。もうほんと最高っていうレベルでねめっちゃガラガラでした。で徐々にですねもう本当にパークはコロナ対策がねいろいろと緩和されていて、例えば自由席が追加されたりですね有料ファストパスができたりと、本当昔のですねパークのように戻ってきてますので、日々ね情報がね新しくなりますから、ジョマジのこの動画を見てですね参考にしていただければと思います。それではですね終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。